食事始め。囚人番号1240、手紙だ。え？この10年で初めてだな。お前も明日で仮釈放だ。待ってる人間がいるってことか。おやさ、三代目、今日は一体何の緊急幹部会で？奴から緊急の議題があるそうだ。お前が？おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。直系組長の皆さんがいるこの場で三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？100億言うたらお前会長初耳です。いやかましか。おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どこからだ？関西五代目近江連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は？ああ。ふざけんな！登場会25,000、死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたらどんだけの血流れてるか分かったのかよ。島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ？この件は東上会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい待てや。そんなんで納得いくか？会長、三代目、会長。10年、お前のいない10年で東上会はすっかり変わった。お前を迎えに行くこともできん。錦山のこと、由美のこと、お前と会って話したいことが山ほどある。伝えなければならないことも。スターダストという店がある。その店のオーナーをしている和樹という男に会ってくれ。話は通しておく。風間慎太郎。おい、おめえ何してんだ。店に何か用があるんですかね。オーナーの和樹に用があるんだ。
なんた、どこの組のやつだ。あ、島の組だろ。俺らは誰の世話にもならねえんだよ。何の話だ。俺はカズキを探してるだけだ。どの組の人間でもない。たげんなよ俺。一目見りゃわかんだよ。どこどう見たって極道マンだろうが。てめえ何企んであがる。カズキさんに何しよってんだよ。おいおい、別に俺はお前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだよ。なめんなよこれ。ヤクザって言えば何でも片付くと思ってんじゃねえぞ。この町でもな、ヤクザの言いなりにならないで自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくともカズキさんはそうやってのし上がった。てめえらヤクザにカズキさんの邪魔をさせねえ。だから俺はヤクザじゃねえって。人の話聞かねえ奴だな。うるさえ。俺はこの店命がけで守るんだ。くそ。ユウヤ、何やってんだお前。すいません、カズキさん、このヤクザが。堂島のキリュウさんですか。はあ、失礼しました。風間さんから伺ってます。どうぞ中へ。すいませんでした。俺、てっきり…いや、俺のミスだ。本当に、なんてお詫びすればよいか。気にしないでくれ。それよりお前、風間のおやっさんとはどんな関係なんだ。ええ。ユウヤ、外してくれるか。はい。風間さんには、この店開いた時から世話になってます。みかじめも取らず、商売のいろはもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです。今この店があるのもあの人のおかげです。そんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです。大事な人を迎えたいからこの店を使わせてほしいって。なんか組の方には秘密ということで。そうだったのか。それでおやさんは。先ほど連絡したんですが、例の会長の件で身動きが取れないと。会長の件、何があったのか。ええ、東条会三代目世良会長が殺されたんです。何。昨日の深夜のことです。犯人はまだわからないんですが、ニュースでもさっき。何が起きてるんだ。わかりません。ですが堂島組長が亡くなって10年、今じゃ同じ東条会の組同士が水面下で町の利権食い合いしてるんです。堂島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました。他の組も手出しができないでいたんですが、数年前内部から裏切って風間組を割った人がいたんです。誰だ。それは。おら、オーナー出さんかい。すみません、キリュウさん。これはこれは、ようやくオーナーさんのお出ましですかい。島野さんのところの方ですね。まあね、うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど、そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから。てめえら、みかじめせびりに来たんだろ。いいよ、今日は飲みに来ただけやから。嘘だ。酒飲ませろって言うとるだけやろが。すみません、大事な客人が来てるんです。今日のところはこれで。参ったな、ほんまそんなつもりはなかったんやけどね。カズキさん、何やってんすか。俺はやっぱり納得できません。そんなクソみてえな連中に金払うなんて。ユウヤ。クソやと。おいこらガキ、今わしらんことクソ言うたんか。言葉が足らなかったぜ。クソイカだ。なめんなクソガキ。ユウヤ。なんやお前は。カズキ、ユウヤってやつの言う通りだ。こんな奴らに金を渡す必要はねえよ。はい。ふざけとんのかお前ら。おい、店ごとぶっ潰せ。
思い出した。あんた道島の組長を殺して無所を行った。こりゃ島野の親父に最高の土産ができたわ。ジュさん、田中のおじじ、シンジ、何やってんだこんなところで。島の組の縄張りじゃねえだろ。次はねえぞ。本当にお久しぶりです。ああ、出世したようだな、シンジ。出世っていうか、キリュウさん、さっきの続きなんですが、風間組を裏切って内部を割った人。ああ、錦山さんなんです。錦だと。関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。兄貴、俺は今錦山組の射程頭なんです。どういうことなんだ兄貴。錦のおじきはもう昔のあの人じゃなくなっちまったんです。だから風間のおやさんは心配して、組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです。シンジ、おやさんは俺に話があると言っていた。すぐにでも会えないか。明日は本部で三代目の葬儀が。おやさんもその場を離れることはできません。それに100億の件もあって。何の話だ。東上会の金庫から100億抜かれていたそうなんです。緊急幹部会でその話が出た直後に三代目が殺されました。おやさん、明日は葬儀場にいるんだな。ええ。まさか行く気ですか。でもまた島の組の連中に見つかったら。和樹、言うだけ無駄なんだ、こういう時のこの人は。本当ですか、柏木さん。何驚いてんだ。お前のここ最近の働きからしたら別におかしな話じゃないだろ。でもまさか俺が自分の組を持てるなんて。とはいえ、いきなり組持てって言っても手駒がいねえだろう。うちから腕利きのやつを何人か出すから、そいつらうまく使ってしのぎについて勉強しろ。柏木さん、ありがとうございます。礼なら風間の親父に言え。これはもともと親父が言い出したことなんだからな。親父さんが。親父もそれだけお前には期待してるってことだ。それに桐生のこともある。え、桐生がどうかしたんですか。あんなことになっちまったとはいえ、いつか桐生がシャバに出てくる日が来る。体裁上破門ということになっちゃいるが、絶縁じゃねえ。復帰の目もあるだろう。だが親殺しのあいつを風間組で引き取るわけにはいかん。だからお前が桐生の受け皿になってやれ。俺が桐生の。そうだ。戻ってきたあいつの面倒を見れるのはお前しかいない。お前が錦山組をでかくしてあいつを迎えてやれ。はい、俺桐生のためにも頑張ります。親父、すんません。それでそいつはほんまにあいつやったんか。へえ、間違いありまへん。そうか、桐生帰ってきよったか。
なあ、キリュウは相変わらずごっついやつやったんか。ええ、そりゃもう。そうかそうか、ご苦労やったの。ちょっと手出してみや。ご機嫌やさかいな。指二本で許したるわ。いいですか、兄貴。これが東城会本部の見取り図です。この本部施設の中に風間のおやすさんが。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから、正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう。正門から入ったら突き当たりまでまっすぐ、そこを右に入った先が裏口です。俺はそこで兄貴を待ちます。ちょっと顔を貸してもらおうかい。関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。正面から堂々とはの、堂島の桐生。なぜ近江連合が俺を頼まれたんや。あんたの元兄弟に錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。錦か。はっ、なんや、堂島の竜言うてもこの程度かい。カズマ、おやすさん。10年だ。俺はお前に何もしてやれなかった。全部俺がやったことです。おやすさんは何も。変わらねえな、お前だけは。おやすさん、何があったんすか。東城会は。それに、錦は。あったのか、あいつに。いえ、あいつはあの10年前の事件からすっかり変わっちまったんだ。妹にお前、弓を亡くしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった。俺はあいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだ。おやすさん、もう一つお前に伝えなきゃならんことがある。ユミのことだ。ええ、行方不明って。それなんだが、ユミは。おやす！か、風間のおじき！てめえ！お前、キリュウ！キリュウ？あ、なんやお前。堂島の兄の次は風間か。何考えとんじゃ。しまな。おお、お前ら絶対に生きて返すんやないで。やろう。おとなしゅう往生せいや、キリュウ。風間、逃げろ。風間、ユミを100億を頼む。行け。ここは通さへんで。これ止まれ。
松重、てめえもう一回言ってみろ。こんな定例会意味ないって言ったんですよ。なんだと？お前と話すくらいならバスへのキャバクラでブサイクな女とダベってる方がよっぽど有意義なんだよ。てめえもう一遍言ってみろ。組長さんよ、ここらで一つはっきりさせときたいんだがな。俺らは風間の親父に言われたから仕方なくてめえについてるだけなんだよ。何？風間の親父から俺のしのぎがどんだけ太い稼ぎか聞かされてねえわけじゃねえだろ。そいつが俺の格ってやつだ。ならそれなりに扱われねえとな。あの桐生ならまだしも、おめえみてえな幹部に尻尾振るしか脳のねえ青二歳に指図されるなんてまっぴらごめんだ。こっちは勝手にやらせてもらうぜ。てめえまだ話は終わってねえぞ。黙ってみてな。しのぎのお手本ってやつ見せてやるからよ。ここまで。観念しろ。ぶっ殺してやる。終わりだ。おい、なんじゃ。おお、誰だこれ。どれ。何者だ。たった今、広域指定暴力団東条会3代目会長世良勝氏の葬儀会場から届いた映像です。詳しい情報はまだ入っていませんが、一人の男性が突然暴れ出したとのことで現場は大混乱になりました。男性の身元はまだ分かっていません。続報が入り次第お伝えします。出所二日にしちゃ派手にやってんな。あんた、寂しいこと言うじゃねえか、キリュウ。伊達さん。風間が？ああ、無事かどうかも今は。だが風間の言ってたその100億という意味、やつは何をお前に伝えようとしていた？わからない。そうか。伊達さん、なんで俺を助けるような真似？四か、あんた丸棒に。10年前の堂島殺し、俺は上の意向を無視して突っ走って、結果一家下ろされて今はつまらねえヤクザの相手してる。お前と同じ、今じゃ組織の鼻つまみだ。女房と娘も愛想つかして出て行っちまった。お前に関わったおかげで人生が狂ったんだ。桐生、俺は今三代目の世良の殺しを追ってる。手貸せ。あんたには助けてもらった借りがある。だが今の俺には東条会の100億が消え、三代目会長が殺された。そしてさっきの騒ぎの中心はお前。事件は動き出したんだ。桐生一馬の出所を待っていたようにな。持ってろ。
今じゃガキでも持ってるんだぜ。俺は百億を探ってみる。お前はそのユミって女か。その二つの山は必ずどこかでつながってる。お互いに協力した方がいいんじゃねえか。そうだな、わかった。お前何か手がかりはあんのか。いや、とりあえず昔の馴染みに会ってみる。セレナって店だ。そうか。マスター、話は済んだ。もう店開けて構わないぜ。はい。